やば、ルーちゃんかわいよ、かわいい、かわいい、うちのルーちゃんが、うちのルーちゃんがちょっとかわいくて、ちょ、ま、待って、うちのルーちゃんが見てこれ、これ見てこれ、うち、俺の横の椅子にさ、デジカメ今置いてたんだけど、それ枕にして寝てる。ルーちゃんなんでこんな可愛いんだろう、なんでそこにデジカメ置いてあるかっていうと、猫の写真一生撮ってたから、今日もお前たち可愛すぎだろって一人でキレてたもん俺。なんだよ、そんな可愛いんだよっつってキレてた。可愛すぎてキレるの分かる、でー分かるよね、でーとか言っていや、お前ちょっとほんとふざけんなよ、やりすぎだよってなる、うん、可愛いねって言うと知ってますけどみたいな顔してるの最高に好き。わかるー、あいつら分かってんだよな、自分が可愛いのを。本当に罪だよね、罪。え、本当にいるのこれ、本当にいるじゃん。割ってる割ってる、わお、オッケー、名探偵、名探偵なんこの奥さんは。うえやり損ねた、うわ、キャラコンやばい、ナイス、起こしてる、この字せぐいな、この試合の俺の目標はフェンスを走る。どんな目標？あ？いいよ。今日はですね、じゃあね、ワトソンのね、うまい使い方講座やっていこうかなと思います。ランク帯で、はい、これをみんな覚えれば、ソロマスターへの道がね、やっぱ切り開けるんじゃないかなということでございますけども、ちょっとまだ味方が遠いので今詰めません。それもやっぱワッソンの大事なとこですね。逃げスキルがないんで、はい、敵との距離感見極めていってください。そこはここまで敵が来た場合は、まあ、投げ物を焚いて、え、あ、うん、こんな感じにテレミット焚いて、こんな感じにテレミット、はなんだこの、この洗濯物干すやつ、うえ、あ、ガバガバエイムですね。まあでも今のもワトソンだったから大丈夫です。先生、フェンスの使い方が知りたいです。ああ、やっぱね、ワトソンを使う上では欠かせないですからね、フェンスの使い方。いいでしょう。やっぱランクっていうのは、戦いに行くだけではやっぱダメなんですよね。順位を上げるゲームなので、キルポイントを取りつつ、順位を上げる。そうなった場合、やっぱワトソンみたいな防衛キャラクターは非常にね、優秀になってくるわけですよ。はい、まあ、そういった場合とかにこう役立つのがこのフェンス、こんな感じですね。音はすれど、なんかさ、2倍とかさ、12倍の
まあ、ウルトもね今みたいな感じにもうなんかあのノリで置いていいっす、はい、欲しいなって時にとりあえず置いとけばいい感じになるっす。でワトソンなんですけど、まあ、シールド回復がいらないっす基本的に、はい、全部捨てましょう。大体全部捨てていいっす。なんかいるっす、なんかいるっす。ここ木は一旦入りましょう。ナイスカバー。俺末っ子だけど耐えれた。今のは三男ぐらいだったらちょっと耐えれなかった。俺次男だから耐えれた。え、なんだ、泥棒。なんか死んだこれ漁夫、嘘でしょ。え、ちょ、たまない。おい、ナイス先生、フェンス使わないですか。え、さっき使いましたけどフェンス。え、僕のあれ口座になんか文句ですか、これは苦情、苦情ですか。そんなこと言うならこっちにもこっちの考え方が。あっ、くさ、なんやこのゲーム。うわっ、うえ、あれ誰、うわっ、やめてください、お客様。おお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 、ここ安全じゃね。おっ、めっちゃ勝った。おお、まだやってんのか。ん、待ってくる。増えたのか、いる、ウィー、え、なに、いける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 、やれやれやれ。どこ行った。え、あと3部隊どこにいんの、このアンチで。嘘でしょこれ。え、どこにいんのこれ。後ろ、下、いた。ビヤーン。え、あとどこにいんのこれ。この下にいるでしょ多分。もう崖の下にいると見た。うわっ、めぐれした。あとはまだもう一人崖の下だろこれどうせ。あ、いた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 。いけ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 。よし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 。
ナイス、ナイス。とまあね、今回は、APEX のランクでですね、分かりやすいワトソンのですね、使い方講座でした。ありがとうございました。ね、このチャンネル気に入っていただいた方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。